マルコの福音書第十一章さて彼らがエルサレムの近くに来てオリーブ山の麓のベテパゲとベタニアに近づいた時イエスは二人の弟子を使いに出して言われた向こうの村へ行きなさい村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう それをほどいて引いてきなさい。もし、なぜそんなことをするのかという人があったら、主がおいでようなのです。すぐに、またここに送り返されます、と言いなさい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口に、ロバの子が一匹繋いであったので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか 弟子たちがイエスの言われた通りを話すと彼らは許してくれた。そこでロバの子をイエスのところへ引いて行って自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごとの腹から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホさな、祝福あれ。 主の皆によって来られる方に、祝福あれ、今来た我らの父、ダビデの国に、穂さな、糸高きところに。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので、十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。翌日彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。 葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると、葉の他は何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、 宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両外人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのに、あなた方はそれを強盗の巣にしたのです。最主張、立法学者たちは聞いて、 どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら、群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。夕方になると、イエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生ご覧なさい。あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。 イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも、すでに受けたと信じなさい。そうすれば、その通りになります。また立って祈っているとき、 誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、立法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。そしてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか 誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですかそこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も、何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバブテスマは、天から来たのですか人から出たのですか答えなさい。すると彼らはこう言いながら、互いに論じ合った。もし天からといえば、 それならなぜ彼を信じなかったかと言うだろう。だからと言って人からと言ってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは人々が皆、ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話す前。 と言われた。